皆さんこんにちは、ヘアメイクアップアーティストの三戸麻衣です。今日はですね、前回の告知通り韓国で買ったコスメやら、どうやって防寒対策したやら、韓国に行くために買ったものもたくさんありまして、ひかりさん、ゆかさんのものも全部知れますので、どんなものを買ったかぜひ見てね。最後までよろしくお願いします。ということで、トップバッター橋本ひかり、韓国で買ったものからですね。はい、紹介します。お願いします。私は意外と今回、物欲モンスターにはならなくて、なんか最後の方まであんまり買わなかったね、かいちゃんね。そうなんですよ。でも買う気満々だったんですけど、ブラシ、はい、ブラシコーナーがめちゃめちゃ充実してて、めっちゃ買ってたよね。この3つ買ったんですけど、はい、押し上げとかの時に使う、これがアイブロウブラシね、描きやすそうだね、はい、でこっちは洗顔の、これちょっと使ってみたかったんですよ、なんかこういうゴシゴシ系、パッケージもちょっと好きな色だったんで、確かに一気に転じ、橋本色だったんですよ。ラブ爪と一緒じゃん。ラブ、これパロベルデっていう、あ、パロベルデ、はい、こっちが本当にあのふわふわの、でこっちがなんか笑える触り心地なんだけど、不思議な触り心地、ふわふわ、お鼻周りとか、でこれはお顔部分だと思うんですけど、あー、すっごいふわふわ、なんかそうなんですよ。イメージ的にすごいなんかゴシゴシやっちゃう感じかなと思った、はい、そんなことなさそうな、シャワーヘッドみたいね、フラットなところだったら。そうなんですよ、うんうん、え、これででもほんと数百円、それだけ買ったの。あ、もっともっとあります、もっとあります。後ろにこのブラシがついてて、まあ、結構細くなってるんですけど、はい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 、良さそう、描きやすそうだね。からのファンデーション、たらーん、これ私も買ったやつ、買ったやつです、とパック、はい、これパックなんだ。やっぱ韓国といえばスキンケアですね。オリーブヤングで結構オーガニックなジュースとか、なんか食べ物も結構売ってて、これがジュースで美味しそうな、だったんですけど、光といえば緑の緑ですね、はい、これはプロテインクッキーからのプロテインクッキー、パッケージも可愛いし、ちょっと名古屋でお兄さんがポリポリ食べようかなと思って、なるほど、少年足部のような感じ、確かに引きずるよ、2022年また引きずるよって感じですかね。え、こんだけ私、え、嘘でしょ、嘘でしょ、そうだっけ、クレンジングオイル買いましたね。あ、クレンジングオイル、まあ、持っていかなかったんですよね、スキンケアのセット。あ、そうだよね、これが魔女工場、はい、これがすごい私に合ってて、オリーブヤングの中でランキング入りしてて、はい、すごい良さそうなクレンジングオイルでした。あ、そうです、光橋本さん意外と、しかもなんかこれ全部合わせて6万9000ウォンぐらいです、7000円ぐらいを買いました。で、光セレクトです。行く前に買ったものの方が、あれ多くて豪華なんじゃないかな。そうなんですよ。まず、全部緑ヨリムシかっていう、まあ、これもそうです、橋本緑虫光さん、こんな感じなんなのこれ無理やり、これも今アイさんのこれ私のか、橋本アメーバさん、緑ネームが、あ、変えようかな、アメーバ、まずマイナス10度とかだったんですよ。で、雪も降ってるし、はい、まず私寒いところに旅行行ったことないんですよ。あったかい国も、あは違うチャンネルになっちゃうからなんで一人で笑ってる、でもすごいビビっちゃって、マイナス10度はさすがに暑がりの私でも怖いなって思って、防寒はたくさん買いました。姉子が先にすごい買ってたんで、姉子買ってた、私怖かったのよ。え、ちょっと見せて、いい大丈夫、さっきお菓子も食べちゃったから、はい、大丈夫です、はい、これはちょっとまずいと、うん、で寒がりのお二人と行くから、うんうん、なんかアイさんがこれの深いグリーンを買ってて、ちょっと秘密で買ったんですよ、うん、これかぶって登場しようって思って買いました。なるほど、これはね、マルニさんとね、ユニクロさんのコラボのやつで、はい、値段調べてなかったんだけど、値段調べたかったらさ、1900円とかで、本当にそうなんですよね、激安と思って、これとこれとこれと今履いてるものはコラボ
考えて、アマゾンでこの辺とか、うん、手袋、まあ、スマホ操作するんで私はここは開けたいなと思ったんで、うん、なるほど。これも同じかアマゾンでバラクラバさん、はい、でフードになるんで、うん、まあ、ううちょっとかぶってみてください。はい、ブロン。あ、こんな感じですね。あ、いいんです、いいんです、いいです。なんかいい感じです。はい、はい、ゆかりさん顔ちっちゃ。これで営業しようかな。顔がめちゃくちゃちっちゃい。なんかでも違う意味で違う意味で、いい感じです。なるほど、じゃ緑人間に。で、熱いなってなったら、うん、ブルン。なんかこんな感じで。なるほど。でも可愛いね。いいよね、いいよね。フードとしても使えるって感じで。日本だったら冬は全然これぐらいあってもいいんじゃないでしょうか。全然いいと思います。ね、いいですよね。これさえあれば、まあなんとかいけるでしょうと思って防寒対策としていっぱい買いました。今回私たち24時間だったんで、スーツケース持っていかない方がすぐに街中に繰り出せるっていうことで、折りたためるバッグとか機内に、うん、あの持っていく用のこういうパック、うんうん、どうしました。ちょっとお腹がだけどゴロゴロゴロ、なんかこういう系を持っていきましたっていう感じです。スタッシャーの、はい、ですね。こんな感じ で最後はピッ。Thank you。次は、ゆうか、中村さんです。中村ゆかさんはですね、生粋の美容好き、メイク好きっていう感じなので、はい、じゃあ一個ずつ買ったものを紹介していただきましょうか。はい、こうやってみると私も意外と少ないかも。あ、ほんと。はい、まあでもなんかオリーブユーの結構ないものが多かったりもしたよね。はい、はい、ひかりさん、あいさんと一緒のクッションファンで、はい、これね、はい、ロムアンド？あんまり注目してないブランドだったんだけど、手に出してみたら同じ色も同じで、すごいサービスするよ。ちょっとなんかちょっと韓国っぽい大粒のラメが欲しかったんですよ。いいじゃん、キラキラさせちゃう。キラキラ、かわいいかわいい、拾って買いたいなって感じ。韓国といえばこういう大粒ラメっていう感じだよね。コードっていうブランドですね。スプラッシュだ。スプラッシュラブしちゃう。しちゃう。スプラッシュだからなんかパパパパパパみたいな。これアーバンディケイ。あ、私も持って、見して見して見して。ちょっと青ラメの。待って待って待って、なんかいいな。でも韓国じゃない。ね、アメリカのだけどね。アイさんが紹介してたベースはシナギで。あ、綺麗でした。シナギの顔して。セフォラ的なね、そんな感じでした。感じがあるよね。大きいですね。うん、いいよね。かわいい。ムーンダスト。ムーンダストって書いてますね。化粧水持ってってなかったので、うん、パック。パック。パックを。これ、ひかりちゃんと同じやつ。同じやつ。流すタイプの。クレームみたいな。ヨーグルトと、ティーツリーで。結構いろんなスキンケアのところに、ところどころヨーグルトって書いてあったり。ああ、そうなんだ。おやつ、はい、おやつ。フィグバーとブラックビーンズバー、オリーブヤングで買ったのはこれ。空港で、空港 でお土産にね、お土産に買ってたよね。はい、ね、配り用に買いましょう。意外とそうなんですよ。しかも1時間半とかで行ったよね、夜ね。なんか次もあるんだろうと思って移動したらなかった、ね。あ、そうだね。なんかその場で買った方が実は良かったりするかもしれないよね。次は何も買わないですか。はい、舐めてるのかってくらい。いやもうね、ゆかさんの服はですね、軽装すぎて。でも一応ヒートテック極暖2枚に、うん、インナーダウンを2枚着てたんです。ね、可愛かったね。これ子供服屋さんで見つけたよね。ボンボンってボンってビエンデビエンエンクリスビエンかと思ってください。逃げた。もうその指ハートすればいいと思っちゃってるこの人。はい。あれかわいい。これを。かわいい。あれかわいい。で色味、あ、ゆきんこあります。お、もう指ハートだね。逃げちゃう。もうダメだ。からの半分マンシリーズで。はい。半分マン。半分マン。半分マン。手が寒すぎて。半分マン。四分の一番。や。ちょっと。ちょっと私めっちゃちっちゃい。四分の0.5万。ちっちゃい。算数できない人じゃん。
もうゆかの今ステージだから、ゆかのオンステージなんだから。はい。これは、うん、オリーブヤングの近くのなんか竹下通りみたいなところで、ね、寒すぎて見つけたよね。でも使った。まあでもこれからも使えるしね。で指がね、来たらスマホ用に。キツネさん。ちょ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 おブラブラですね。ブラブラ。はい、ブラブラ。はい、知らないこれ。浮かたブラブラ。知らない。何ですか。浮かたブラブラ。ラメ人形会館と同じぐらいにあの。ラメ人形会館同じぐらい有名だ。知らない。ラメ失格ですね。ほら、こうやって上に切るんだよね。可愛いじゃん。やっぱいい。絶対いいと思うよ。ね。そうそう、乳首ツンってはい、カットこれはカットで、ごめんなさい、カットで、セクハラおばん焼きだっけ回転焼きこれ絶対あかん、これ絶対あかんから、つ、つくびって言おうか、チョコビ、スズムチズミ、スズム美味しかったから、スズムチズミさんね、こんな楽しい気持ちになれるんですか、いや、わかんない、チヂミのことがチヂミって書いてあったんだけどって書いてなかったんです、書いてたよ、チヂミって書いてた、チヂミって書いてた、チヂミって書いてた、チヂミって書いてて、親戚のおばさんの、ね、名前がチヂミさんだから、ということでゆかの買ったもの、はい、以上になります。キュンキュン、コップンコップ、散々韓国で買ったんですけど、はい、このまま名残で帰ってからお買い物しています。おー、さっきと正反対のお色、可愛いんだよね、買いました。こういう色似合うじゃないって言っていただいて、はい、白いパンツとか、なんかこれぐらいのベージュのパンツも似合いそうと思ったんです。あ、いいですね、こんな感じです。可愛、はい、いね、いいね、やっぱ顔色がね、明るく見えるんだよな。はい、ということで、はい、ゆかちゃんのかわいい、似合う、本当明るい色がね、はい、入るよね、っていう感じでした、はい、キュよかですか、最後、はい、アイタカハシ、アイタカハシラスト、今回めちゃくちゃファンデーション買ったわ、それじゃないよ、私違う、違ってるってこと、店員さんが質感は多分一緒だと思うんだよね、カバー力が高いとやっぱりね、目の周りになんかシワっぽくなりそうだなみたいな、ちょっとドライな質感っていうかマット系の質感のものが多い中、このファンデーションは結構ツヤっぽく残ってる感じがしたっていうので、このファンデーションを選びまして、これも良かったよ、アミューズ、アミューズは多分人気だからみんなね知ってると思うんですけど、あら、これ何2個ついてるの、おまけが多く、ね、多く、でも昔ってもっとパックとかズサーって入れられてましたよね、これも結構似た感じの質感で水分量が高い感じでした。だから年齢がいけばいくほどすごいそういうドライな肌になりがちな人にいいかなって思うファンデーションをこの2つを買ってみました。ジョンセンムル、これお客様に前にファンデーションをいただいたことがあって、すっごい良さそうだったのよ、下地めちゃね、ツヤもすごかったの。ちょっとやっぱ韓国コスメってどちらかというと白くなるものが多いんだけど、これは結構馴染む感じで、まあ、ベースみたいな感じなんだけど、ファンデーションとしても使えるかなっていう感じ。次はですね、皆さんも多分ご存知だと思います、ラカさんですね、はい、眉マスカラですね、クリア、あ、最初に見てたやつだ。結構他のブランドとかで見るとゆるいやつが多いけど、アナスタシアには負けるぐらいの感じなんだけど、でもその中ではかなりシャキッとなる感じでした。色は本当にもう何もないの、クリアな、クリア、立ち上げたりするのにちょうどいいと思いますから、これ、あ、かわいい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 、あ、いいですね
あ、耳入った耳。みんなが好きそうな色です。こちらトレニクソウ。いいな、いいな、なんかもう一回行きたくなる。からの、これファンデーションと同じブランドなんだけど、はい、ふわっとした感じが可愛くてですね。あ、これですね。チークを買いました。なんかこういうチーク欲しいなって思ってたのは、はいはい、結構白めのタイプになります。白いと何がいいかっていうと、ふんわりいい感じなんだけど、血色もある感じなんだけど、もともと肌が赤い人とかは普通のチークをつけるとより赤くなっちゃうから、ちょっと白身で消しながらふわーってぼやかすことができるっていうか、重ねて使っても可愛いかも。ベースにちょっと若干濃い色して、上からふわーって薄い色をつけたりしても可愛いかなって思うチーク。タンブリンブリンズですか、タンパリンですか、練り香水。練り香水ですね。ここはみんな結構テンション上がるところなんじゃないかなと思います。ジェントルモンスターのすぐ近くにあって、もう目と鼻の先です。こんな感じでパッケージが可愛いんです。リップのような練り香水、練ってると結構柔らかい感じの香りだよね。匂いって苦手なんだけど、この練り香水は3個ぐらい平気な香りがたくさんあったのよ、うん、店内も可愛かったですよ ね、 ね、4000円ぐらいだと思う。4000円ぐらいですよね。匂い的には緑、赤、白が私が平気な香りだったんだけど、はい、パッケージ的にはこの2つが可愛かったよね。可愛かった。私も赤が好きでした ね。ちょっと重みがありそうな大人な香りでした、ね、帰りの空港のところで買ったんだけど、ジバンシーの、これずっと気になってたんだよ。これかわいい。かわいいよね。透明感が出るパウダーすごい。あ、あれ、あ質感はいいし、かわいいから頭痛くない時とかに使おう。これね、カラコン買った。ああ気づいてたのかな、みんなこの動画を見て。どうだろう、最近のカラコンはすごく自然ですね。分かってない人も絶対多いと思う、ね、顔が変わるよね、なんかね。変わりますね。勢いで買いました。でもこれ3万ウォンだった。1年間用土入り。え、1年間用、ね、1年間用なの。その場で速攻買えるってすごくない？でもね、やっぱ乾燥するわ。飛行機の中に寝たよね。普通のやっぱり心地いい自分のコンタクトに比べたら全然違う。分厚いんだと思う。でもメイク感覚でちょっと気分転換するのにいいかもしれない。韓国行ったなっていう気分になれる。なれますね。お姉さんも意外とちょっと少ないかもしれないですね。確かに店員さんを捕まえるのにめっちゃ時間かかったりもしたよね。勝手にさ、ここの下のストックの在庫のところを開けようとするとあ、これだめ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 言われるから、おいつの間に覚えたんですか。こっち来いみたいな感じになって、はい、何色って言われる。足みたいなのを5回ぐらい繰り返してやっとこれを変えたっていうね。じゃん、これ買ったの。かわいい。ちょっと待って、シルバーのパンツ入ってたからこれをいいかなと思いました。さあ、こんな感じです。テンションはまだ上がり続けております。夜10時です。もうダメ、もう限界よ、もう限界よ。今日は寝ないといけないわ、みんな。12,000円。あれ、ほら、そんなに買ってない、ね、そんぐらい。12,000円ぐらい。でもそれにしたらめっちゃ買えてる。本当だよね。あのジバンシーはまあジバンシーのお値段なので$59。これが15,000円ぐらいの、ね、タクシー代はめちゃめちゃ安かった、ね、安かったですね。はい、ね、旅行でどうしてもバックパックが欲しかったの。ぐしゃぐしゃぐしゃって行けるのないですかって聞いたのよ、いろんなお店で。一番良かったのがバートンだったね。サイドもさ、お水入れられるし。これでいくらですか？可愛かったよ。7,000円。買います。バートンのじゃメイクのやつ、 あれプロのメイクさん全員使ってるの。リアさんの友達がパトマグラスの第一アシスタントしてた人なんだけど、だからその人だって一番メイクのこと知ってると思って、はい、パンのバッグが聞いて、はい、そしたらバートン使ってるって言って、そっからバートンを使うようになってって感じなの。防寒はね、私もユニクロで散財したので1回韓国で買う以上に買ったかもしれない。インナーダウンでしょ、とマルニのユニクロ あのヒートテックの靴下でしょ、はい、あのチェッカフラッグみたいな模様のものも2足入りでした。これ極暖、これがあったから暑かった。暑かった。極暖でしょ。極暖、これずっと履いてたんですか。ずっと履いてた。暑い。私もこれはちょうどよかった。あとバーラークーラー、はい、緑バージョン、緑バージョン。手
手袋も買ったわ。手袋も買ってましたね。手袋結構使ってたよね私ね。帽子はね、あれはクロイドっていうのサンプルセールで LA で買ったやつね。全員カデナストラップが大活躍だった。カデナチーリュックにこれじゃん。もうでもやっぱこう厚着しちゃうけど肩からかける金属のこの感じがすごい可愛くて、可愛いよね。スッてゆってゆってあるとなんかちゃんとおしゃれ忘れてませんっていう感じの、そう、その感じになるよね。はい、かわいいよな。すごいかわいかった。あとは一応あった、そういう CM ジャカジャカンのやつ。竹藤ジャカジャカン、あれ元気だぞ、あれ元気。寝てみてもらっても面白い。なんかカジュアルな格好にどうしても防寒するとなっちゃうので、引っかかりにくいピアス。ヘレンシアです、はい、帽子とかかぶったりとかする動作が多い時は必ずこういう引っかからないタイプのピアスを使うようにしております。でそうするとやっぱりなんか大きめのものの方がなんかバランスがいいので、ベズイヤーカップです。ベズさん、次回行くんだったら私たちも今回いろいろ分かったこともあったので、地域的にここはこうだとかがなんとなく分かったから、もし次行くとしたら余裕を持って8時までに閉まるとことかが結構あるからね。多かったですね。そうだから私たちが実質その8時までに閉まるところで行けるところって超限りがあったからね。実質6時間ぐらいの間でそのお店とか回らなきゃいけなかったからちょっと難しいところもあったんだけど、とはいえやっぱ安くおすすめなのも買えるしよかったので、韓国に行ったりする方はぜひその足を見てください。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、ボタンと、チャンネル登録とよろしくお願いします。今回商品紹介だったりとか、物の紹介とかをたくさんやったんですけど、これを紹介してほしいなとか、あの時に何が必要だったかとか、なんかやってほしいことなどなど、今回韓国編で、はい、ゆかちゃんとひかりちゃんに登場してもらったんだけど、スタッフさんのあれみたいですだったりとか、こういうのもやってほしいですみたいなのもあったら、ぜひリクエストをいただけたら嬉しいです。ということで、ありがとうございます。おやすみー。寝るぞー。寝るチャルジャヨ。なんだチャルジャヨ。